チャールズカイ・アダムズ級ミサイル駆逐艦。チャールズカイ・アダムズ級ミサイル駆逐艦はアメリカ海軍のミサイル駆逐艦の艦級。アメリカ海軍がミサイル駆逐艦として建造した初の艦級であると、共に大戦警官体駆逐艦の長尾を飾る艦級でもあった。基本計画番号は SCB-155 を先行する。 艦隊駆逐艦であるフォレストシャーマン級をもとに、新開発の艦隊防空ミサイルシステムである、ターターシステムの搭載など、大幅に拡大発展して設計された。1957年度計画から1961年度計画で23隻、また、オーストラリア海軍とドイツ連邦海軍向けにさらに3隻ずつの計29隻が建造された。性能の沈黙化に伴い、 アメリカ海軍では1993年までに、またその退役艦の対応を受けたギリシャ海軍など、国外においても2004年までに運用を終了した。アメリカ海軍は第二次世界大戦末期より、全く新しい艦隊防空火力として艦隊空ミサイルの開発に着手していた。まずテリア、ついでタロスが実用化され、既存の巡洋艦への改修によって装備化された。 しかし特にテリアは、より小さい駆逐艦ベースの船体でも、十分に収容できることが判明したことから、巡洋艦への改装はそれ以上行われないことに言った。代わって、当時計画が進められていた高速艦対護衛艦に、テリアが装備されることになり、1956年度計画のファラガット級が設計変更されて、ミサイル艦として建造されることになった。しかしこれらも、 駆逐艦をベースにしているとはいえ、通常の艦隊駆逐艦より一回り、大きいミサイルフリーゲート、DLG であり、大量建造は困難であった。当時、航空機の発達と冷戦構造の成立に伴う、軽空脅威の増大が課題となっており、第二次世界大戦中の冷凍機械戦で日本艦隊に差し向けた航空攻撃を、 アメリカ艦隊自身が受けた場合、艦隊上空に到達した敵機の75%が直撃の溶撃をかいくぐって殺到するとのシミュレーション結果が導かれたことからも多数を占める駆逐艦へのミサイル装備は急務とされた。このことから蒸気のような大型艦の計画と並行して1951年1月護衛駆逐艦程度の艦にも搭載できる。 射程程度の艦隊空ミサイルの開発要求が発出された。これに応じて、テリアの開発計画から派生する形で開発されたのがターターであり、1955年初頭には開発計画が認可された。同年8月より、このミサイルを搭載する駆逐艦に関する実行可能性研究が着手された。当初はファラワット級の縮小型として検討されていたが、 まもなく、1953年度計画より、建造されていたフォレストシャーマン級をベースとするように、方針変更された。これによって建造されたのが本級である。当初、船体設計は、フォレストシャーマン級と全く同一になる予定であったが、装備の変更などに伴い、実際には、満載排水量にして600トンの缶型増大となったほか、 艦内配置も一部改正されている。ただし、フレッチャー級以来の強い視野を持つ平ら板、線形は踏襲されたが、視野はさらに傾斜が大きく鋭いものとなった。また、1960年61年度計画艦では、ソナードームがバウドーム式に変更されており、船首部の偽装に差異が生じている。なお、上部構造物はアルミニウム合金製である。また全体に、 空調設備が導入された。主機関は、ホレストシャーマン級とほぼ同一であり、ミッチャー級以来の蒸気圧力、温度摂取510度の高圧ボイラー、いわゆる1200パウンダーを備えている。また蒸気タービンとしても、高、中圧タービンと低圧、高進タービンの2車室を備えた二動式、二段原則のギアードタービンが踏襲された。 ボイラー二間とタービン一機をセットにして、両弦二軸を駆動するため二組を搭載しており、機関配置としては、監修側から全部管室、全部機械室、後部管室、後部機械室が並ぶシフト配置とされている。電源としては、出力 550kW のタービン発電機4機が搭載されており、また後の改装の際に出力 750kW に増強された。 本級は、基本的に、ホレスト・シャーマン級の53番砲及び、超魚雷発射艦と、バーターに、ターターシステム及びアスロックシステムを装備したものとなっている。ターターシステムのメインセンサーとして、アン、s p s 3 9が搭載された。これは1960年に、実戦配備されたばかりの新機で、アメリカ海軍初の実用3次元レーダーであった。また、 これは後に、アン、SPS-52 と同じプレーナーアレーアンテナを用いるように更新されたほか、システム自体をアン、SPS-52 に更新した感もあったとされている。これを保管する二次元式の対空捜索レーダーとしては、前期型 DDG-14 まででは、アン、SPS-37 が搭載されていたが、後期型、 DDG-15 以降では、新型のアン、SPS-40 に更新され、前期型でも後に換装された。ソナーとしては、低周波、大出力のアン、SQS-23 が搭載される。また後の改修で、4隻については、信号処理装置などに改良を加えたアン、SQQ-23 に更新された。またその後、 海軍戦術情報システム NTDS の艦隊配備の進展を受けて艦隊の主たるワークホースである本級にもこれをバックフィットする計画が生まれた。ただし本級では容積や発電容量等の制約のためにフルスペックの NTDS の戦術情報処理装置を搭載できなかったことから簡易型として JPTDS ジュニアパーティシペーティングタクティコル型システムが開発された。これは処理目標数や武器完成能力、処理装置や端末の台数とのトレードオフの下で小型化、省電力化したものであるが、空母戦闘軍、現空母打撃軍の一員としての行動を考慮して、リンク11 a の連接能力は維持された。コスト高騰を受けて、アメリカ海軍では4隻が搭載したのみであったが、 オーストラリア海軍では、パース級駆逐艦の三隻全艦に搭載し、また海上自衛隊の立ち風型護衛艦向けの衛スのベースともなった。またこの搭載に伴い、武器艦製システム WDS は MK-4 から MK-13 m o d -4 に更新された。ターター用のミサイル発射機は、当初環境全部に搭載する計画だったが、対抗性などの面で難点があり、 後部01甲板に落ち着いた。前期型は連装の発射機である MK11GMLS を装備したが、装填速度が遅く信頼性に難があったことから、14番艦、バークレー、DDG-15 以降は、新しく開発された単装発射機である MK13GMLS に更新された。また、 ターターシステムのミサイル射撃式装置としては MK-74GMFCS が搭載され、その案、SPG-51 イルミネーター、誘導レーダーは第2煙突後部に2機が搭載される。放射撃式装置にもミサイル誘導機能が付加されていることから、同時に3個の目標と交戦できる。また後に、対艦兵器として、 ハープーン艦隊艦ミサイルの運用能力が付加されており、MK-11GMLS 搭載艦では4発、MK-13GMLS 搭載艦では6発が収容されている。対戦兵器としては、アスロック対戦ミサイル用の MK-16GMLS 及び3連装単魚雷発射艦を装備する。MK-16GMLS の MK-1128、 連装発射機は前後煙突間のチューブ甲板に配置された。弾数は発射機内の8発のほか、後に全部煙突の脇に予備弾4発を搭載可能となった。魚雷発射管は環境脇の両弦に設置された。水中攻撃式装置、UFCS としては前期型は MK111、後期型は MK114 を搭載する。艦報としては、 シャーマン級と同様に54口径 127mm 単装速射砲 MK425 インチ砲を採用している。ただし5インチ砲の搭載数は1門減の2門とされ、近接防空用の3インチ砲も省かれたことから、放射撃式装置 GFCS は、主砲位板としての MK68 を1機のみ、搭載する。なお、後部の52番砲は、 カーター発射機と同甲板にあるため、社会に制約を受ける。また一部間では、後に GFCS を完全デジタル式の新型機である MK86 に更新し、アン、SPG-60D とアン、SPQ-9A レーダーを搭載している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。